BTU アニメラボーイ。では今回です。小林弘之です。桜井松井です。バッターも山下です。お願いします。今回の今週注目アニメはこちらです。はい、どうも。 SSSS グリッドマン。グリッドマン、はい、4話。面白い。見た見た。まあ、今週は、大学生の浮かれた YouTuber と合コンをしたら、あかねちゃんが話の邪魔されて超おこだったので殺しちゃったよっていう話でした。そいつの YouTuber をその YouTuber をいじりたい気持ちと、今我々の絵面がほぼ全く同じであるっていうこの複雑な気持ちと、どうもつってなやってたな。存在を消されるっていう話らもね、消し方がね、死ねたね。そう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 、死んじゃうと思うね、もう他の人からの記憶が消えちゃってた、YouTuber でそれ起きた場合、ああやって確認できるんだっていうのも私、ああやってこと、一人だけであんな頑張ってる人ってなったんだからすげえテンションで、どう確かにねえ、一人でアルカディアを名乗る一人はもう個人名でいいじゃないですか。ね、本当だよね。すごいよな、不思議な変な画角だし、一人の画角ではないから、ね、なんでそこにいただろうって 1,2 で余ってんだよね、画角がね。1,2 分違和感だけが残るね、不思議な話だった。まあ、ちょっと細かくお話ししていただくと、どんな話でしたっけ。細かくお話することがある、まあ、でも全部だかな。まあね、そのあかねちゃんは響くんを、うん、まあ、あのグリッドマンなんだけどなって思ってて、うん、まあ、でも証拠がないからなっていうので探ろうっていう話が元で、まあ、でも丁寧に慎重に探っていこうっていう話で、まずりっかちゃんから攻めていこうかなみたいな感じで、まあ、朝一緒にバスに乗ったりだとかでこう聞くんだけど、はぐらかされてイラッとしたり、ちょっと本性がねちら見えしたり、切れやすいまたものだから、でもわかるって、うん、それを聞いてんじゃねえんだけどな、ね、質問に答えるのかなって思う時とかね、そういうのもね、そういうのもありつつ、うん、午後に行ったら、はい、もう話しかけるたびに邪魔をされるから、うん、もう激おこですよ、うん、どこか寄ってかしかない、まあ、本来はね、本来の目的はあの人たちの方が合ってるっちゃってそうね、まあ、付き合いに行ったとは言えそうね。まあ、なんかりっかちゃんとそのあかねちゃんはまあもともとすごい仲良かった、家が近くて仲が良かったらしいけど、最近話してないねってなって、でりっかちゃんはりっかちゃんであかねちゃんと話したいから合コンに行ったっていうのがあるから、でエンディングも見るとあの2人が何かあったのかなっていう感じがあるから、そこはそこで気になりますねっていう第4話だったんですけど、はい、そうですね、どうなるんだろうね。ね、あかねちゃんの闇が深すぎるから、まあいろいろあるんだろうけど。確かにあかねちゃん家やばいもんね。やばい。家がやばいもんね。やばい。ゴミと怪獣。ゴミ屋敷だけど整理整頓されてるの分かるんですか。全部のゴミが綺麗に積まれてるっていう。うん、どっちだろうって。そうなんですよね。カップ麺がずらーっとこの汚いんじゃないか。ゴミ袋に入ったのがギュ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 って。いいプイプイ。怪獣のフィギュアはバーっと並んでる。綺麗ショーケースね。そう。まあ、今回それで、まあ、今までのやり方じゃダメだからって、うん、グリッドマンに感知されない怪獣を作るっていうのがあかねちゃん側の動き、はいですね、絶対人っぽいのを作って、うん、よくわかんないんだけどね、あれもアンチ君を作ったのか、ね、怪獣は人なのか人じゃないのかがね、先週ぐらいにありましたけど、そうで、まあ、ユータたちはユータたちで、そのあかねちゃん、ユータがあかねちゃん好きかもみたいになって尾行をするっていうのがあって、はい、まあ、ユータとね、リッカもその1話でなんか、覚えてないのみたいな、記憶喪失の前に何があったのか、何があったのかまだわからないので、そうね、何かがあったんだろうな、何かがね、どうやら大事な何かがあったんだろうなって ね、それにしてはリッカの対応がなんか、まあ、リッカちゃんと話したことないと思うし、あかねちゃんと仲いいけど、なんだろうね、う男たちとは、うん、ね、でも、あと何かを忘れてるとしたらひどいよっていう話をしてらっしゃる。でも、あのグリッドマンのポンコツ具合がすごい好きだグリッドマンが一番可愛いかもしれない、可愛いよねユータ、どうした、ユータそう、グリッドマンはマスコットなんだよね、そうだからダメダメ AI そう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 、どうしたどうした体調悪いのかあれかわいい、私では何ともできないことなのか、どうした力が痛いけど、そ
ういうやっぱ感情とかは欲しいのかな、欲しい。言ったトリックがちょっといい感じの空気になったら、うんうんって画面越しでうんうんって最後いいよな、いいやつでもある、かわいいね。武器転送もそういうシステムなんだと思ったしね、一回来ると止まっちゃうんだって。そうね、ウェポンたち、ね、いけ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 って思ったら、あーダメだ、終わる。カタマコサゴンみたいなね、重なっちゃってウェポンペペペってなって止まるんだ。なんかなんかさ、あの子たちもさ、なんか先週普通に現れて、なんか普通に今週もいて、なんか普通に出動してたけど、よくわかんないよね。説明ない、説明ないなって思いながら。ちょっとウェポンの人たちだ。そうそう、あのツインテールの子すごい気になってるんだけど、可愛いあのちっちゃい子。全然自己紹介しねえんじゃないから。自己紹介しねえのに、なんかでけえ一番なんかね、リーダーっぽいやつが恋愛相談してる。すげえ怪しいマスクつけてんのに恋愛相談乗ってくれるんだよ。人間ちゃんとあるんだなって。このマスクは取れないのかの私ってすごい気になる。なんかトースト食いながらマスク作ったのもあったじゃん。どうなってたんだろうあれ、ね、開くんかな、パコンって口と一緒に。そうそうそう、ね、確かにね。そう、でもなんか今、まあ、そのコスプレをメイクもするっていうのもあって、うん、あの昔のグリッドマンをちょっと見てるのね、特撮の方を見てるんだけど、そっちもそっちでその昔からしたらすごいなんか、うん、最新のことをやってるなっていうのがあったんだけど、まあ、それは後ほど言うから今は言わないけど、その今週のを見てて、そっか現代版は YouTuber なのかって思って現代に直したらこれはあれが YouTuber になってるのかなとか、なのかみたいな。なるほど、特撮版が大体20年ぐらい前、まあ、93年だから、そうだ、ね、そうだね、20年前、そっちはそっちで本当にもう未来人が脚本を書いてるんじゃないかっていうぐらいの未来的な内容すごい今に合ってる、今に合ってる、全然合ってる。なんかその頃書いたことが今起きてんじゃんみたいな感じの面白さがあるけど、結構いろいろそういう昔の見てると分かる何かはあったりっていうみたいなね、ワードとか。そう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 、スペシャルドッグもちょっと意味ある。スペシャルドッグね、出てきた、テンション上がった、スペシャルドッグ出てきた、ちょいちょいあるらしいですね、元はあんまり分かんないですけど。そうそう、で、あの武器はもちろん出てくるし、あの武器たちはちゃんとした武器のままで出てくる。あ、そうだね。で、自分の昔ちょっと見てた気分だったら斧で戦ってた気がするんだけど、まだなんかこの先はそうだね、いろんな武器がまああるわけだね。おもちゃよく出るじゃないですか、うん、それを持ってたらグリッドマンの、それが斧タイプと盾タイプと刀タイプがいろいろ変形できるよみたいな。あ、すごいグリッドマンだったな、子供の時。あ、憧れは、ね、将来グリッドマンになりたかったんだ、武器買ってたんだ。確かあれグリッドマンだったと思うけど、間違ってたら悪いな。でも盾とかもあるっていうのは確かに何かで見た気がする。何かで見た気がする、昔のやつ。グリッド斧があったんだけど、グリッド斧はダサいよ、グリッド盾ね。読み方が盾でいいってやってた気がするんだけどな。さあ、女と思ってたら違うんですかね。ピッチャーこうしてなかったけど、本当にまだね、わからないことがたくさんあるので。そうだね、これからもね、アンチ君がね、あ、そうね、出てきてね、恐竜、怪獣対怪獣になっちゃう。あれいいですね、あれ、うん、たまに見るやつだ、たまに見るやつだーってわかる、三つどもみたいな怪獣がね、確かにたまに見るやつだってアンチ君がちょっとキーパーソン何のか何なんだろう。アンチ君気になるよね。ありそうですね、思考があるんだろうね。でも怪獣だって言われてるし、そうそうそう、確かに高い怪獣にもなってるし、うん、人じゃないよって言われてる、うん、作られた理由もな。そっか、でも明らかにね、アカネちゃんちゃんと怪獣をこうザクザク作ってるけど、アンチ君違うしみたいな。そうね、人だもんね、なんかそこら辺もね気になるし、うん、ね、これから、まあ、どんどん注目していきたいと思います。というわけで、グリッドマン第4話の感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。